お世話になります、ひとりでございます。最近8種類のサトシのピカチュウが順次配布されているということで、今までご紹介した第1弾第2弾がございましたが、第3弾のサトシのピカチュウが公開されたようです。今回その情報を共有させていただきたいと思います。今回は方言キャップのピカチュウらしくてですね、なのでゆきりんりん元気はつらつ興味津々意気揚々ポケナビモーテ準備完了のやつですね。私結構この歌知ってましたので、個人的には結構重要なピカチュウかもしれません。まあそういうどうでもいいことは置いといて、早速手に入れていきましょう。入手の仕方については不思議な贈り物からですね、不思議な贈り物を受け取るでシリアルコードで受け取るですね、いつも通りやっていきまして、でこれで入力していきます。今回はですね P1KAADVANCE ということで、ピカアドバンスですね、ですからこの時のアニメの名前がアドバンスジェネレーションとかそんな感じだったと思いますので、多分それのことでしょうね。まあ行きましょう、このまま。はい、方言キャップのピカチュウ来ました、受け取っていきましょう。レッツゴー。はい、ピカッと光ってストーンとね、いつものやつですね。ここちょっと変えようよとか思ったりもするんですが、そこは突っ込まず、あーいいですねいいですねこれなんとなく見覚えありますわ。私そんなアニメ見たことないですけど、これちゃんとなんか知ってるような気がしますね。はい、とりあえずこれで方言キャップのピカチュウ、ピカチュウを受け取りましたとなっておりますと。はい、じゃあそのピカチュウ見ていきましょう。こんな感じですね。素早さダメかもじゃんマジか、素晴らしい。まあ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 、かなりかなり、まあ、これは固定じゃないらしいっすね。みんなそれぞれ違うみたいなんで、まあその中でも結構悪い方だと思いますけど。はい、ピカチュウ親サトシのやつのレベル25のオスですね。特性は静電気で、静電気を体にまとい触った相手を麻痺させることがあるという共通ですね。今までと全く一緒ですね。10万ボルト電光石火アイアンテールエレキネットということで、あれ全部一緒じゃね、第1弾第2弾と。で頑張り屋な性格で2021年3月17日、これは間違ってますね、思いっきり私の日付となっております。でポケモン番組でと、これもなるわけですね。だからアニメでっていうことなんでしょうけど、まあいいよ。で、クラシックリボンでポケモンが大好きなことを証明する記念リボン、ポケモン好きのピカチュウと。まあこれは全部一緒なんですね。なんか違うやつとかないんだ別に。まあまあいいや、私リボンチュウじゃないんで、まあいいですわ。はい、ということで今回は方言キャップのピカチュウをゲットさせていただきました。まあこれね、めちゃくちゃ簡単にゲットできるんでね、ゲットしない手はないでしょう。でこれ第1弾第2弾の時も言ってますけど、8種類ねピカチュウが出ますので、残りね5種類出るということで、日付も決まっておりますので、まあまた私もね動画にする予定ございますので、ぜひチェック いただければと思います。まあみんなでねピカチュウゲットしまくって、ワークワークしたいよ、僕らの夢は決して眠らない、新しい街でときめく仲間探していくんだよ。